はい、皆さんこんにちは。龍谷大学宗教部の安食と申します。この深草キャンパスに平和を象徴するあるものがあるということで、早速行ってみたいと思います。はい、こちらの検診館の片隅に小さな札が立っています。昭和20年8月、アメリカ軍の投下した世界最初の原爆を受け、永久保存されることとなった原爆ドーム。その原爆ドームに小鳥が来て身を落とし、多くのクスノキが誕生した。ドーム付近で自転車屋を営んでおられたおじさんが、森が文化のもとという信念で、そのクスノキを3000本も育てて、ウィーンなど世界の諸都市に寄贈された。このクスノキもその中の一本であり、昭和56年に深草学者に植えられたものである。こちらがそのクスノキなんですね。広島から龍谷大学、そして龍谷大学から世界へ平和を発信していきたいなと思います。以上、深草キャンパスからお伝えしました。